スタートしました。ぼっと飛び出しました。さあ先行争いまだ一戦でありますが、たやすしよしちょっと遅れます。そしてグロリアスユーも下がります。先行争いまずは中をついて、おおジェニュインが出てきた。ジェニュインが行きます。内からはマイネルブリッジ、それから外からはオムリワン、あるいは間をついて大角帝王も先行グループに加わる。そしてオートマチックの体制、さらにその後のグループでありますが、外をついて橋の太夫5、6番手外目に回って上がっていきます。北海ルソーはその後第1コーナーのカーブに入りまして、内からわずかに3番マイネルブリッジ抜けました。そしてジェニュインが1馬身半差の2番手の位置、大角帝王がその外3番手に上がっていきました。あとは内をつく5番バイタルフォース4番手、さらにその外でありますがオートマチックが上がっていきます。そしてオムリワン第2コーナーのカーブに入りました。あと2馬身下がりまして中段でありますが、外目外目16番6番橋の太夫、いい手応えで上がっていきます。中に伊吹多門矢倉、内はフライト鈴鹿、そしてその直後に2番のグロリアスユー、スタートしてからの 1000m は61秒ぐらいで通過しています。それから北海ルソーも中段のやや後方に上がっていきました。 TM ロケットはオーストを回ってこのグループその後方でありますが、マイネルガーベ、あるいはその人伊吹インターハイ、そしてわずかに遅れてエアジャスティス最後方、先頭からおしまいまでは10馬身とありません。ほとんど固まった状態で第3コーナーのカーブ、マイネルブリッジ、そしてジェニュイン、さらにその外から橋の太夫上がっていった。間大角帝王4頭広がっている。そしてその後方グループ北海ルソーが2馬身差の5番手の位置か、あるいはその間をついて、フライト鈴鹿バイタルフォースなど、第4コーナーカーブ400の標識を切りまして、いよいよ側線に向いてまいります。3番のマイネルブリッジが内、そして中をついてジェニュイン、さらにその後方グループからはどうだ、外をついて橋の太夫は伸びるか伸びるか、間をついて大角帝王、さあ200を振ってジェニュイン先頭、ジェニュインマイネルブリッジ狙っている。ここから17番北海ルソーが追い込んでくる。すべて伊吹多門矢倉、間からたやすしよし、間からたやすしよし、たやすしよし、ジェニュイン並んで合輪。わずかにジェニュイン踏ん張り通したか。サンデーサイレンスのこの1、2着。